あ、白子取れた。投げるからな。頭を見ながら。お、おじいちゃんさん落ちてる。急になんで来るの。急にさ。試合か。あ、ついてる。ついてる。あー砂。次左斜め左斜めあっちあっち投げてる。うん。そこ気になってんだよね。違うってそれのもうちょい右だって。そこのテトラと向こうのテトラの中間ぐらい。お？いるなあそこ。砂地帯じゃない、砂地帯。おお、あ、曲がる？砂？下の曲がれじゃない？うん。へえ。やっと黒田信也。お、黒出てきたか。やっと朝からやっててやっと黒だ。え？え？いい当たりだったぞ今。いい当たりなの。重くない？あ？そうなの？すげえ元気な当たりだったの。やっぱ竿の違いによってでかく見えるの。あ？ホッケ。ホッケだ。お？ホッケ湧いてきた。お？サーフリーダー当たったぞ。
サイズだね。てかこっちってさ、パパの中で全くカレー釣れない場所だって思ってたんだけど、普通釣れるんだな。うん、一番狙わない場所。あ、気になってる場所があるんだ。今の当たりだべ。あ、なんだ。だけど、糸吹けてないから。だいぶ下下がってたから。もともとちょっと重りが重いのかな。あの位置ね、気になってんだよ、パパ。さっき言った。それ、あ、もうちょっと左のな。あ、黒。あ、ついてる。さ、黒頭かな。当たったの？
お、結構いい木だな。川？こっちまあまあだな。はい、2枚。元気な川だな。川は元気だな。なあ、疲れてないの？疲れてないの？パパも疲れたよ。腰痛い。腰痛いわ。ぼちぼち片付けるよ。もう5時だ。うわ、わ、濁ってる。あー、濁ってる。これ行ったらまだいるんじゃない？次藤ミシンいるね、これけど人やばい。あー、人やばい。お祭りしまくるね、これね。だってこれテトラのとこからも頭見えてるから両方からやってるじゃん。うわ、これはただね、いつも不安なのがね、ミシンだけなんだよね。毎シーズン1回は当たってんだけど。